ございます。11月1日月曜日の朝です。もう11月になってしまいました。今年もあと2ヶ月です。昨日は選挙もありましたし、この調布では大きな事件があって、ちょっと心がざわざわしている、朝までそんな気持ちが残っている、そんな感じなんです。なので今日も呼吸に気持ちを向けていきたいと思います。では仰向けになってください。体を床に預けてください。そして勝手に体は呼吸をしてくれていると思いますけれども、その呼吸を観察してください。何か緊張があったりとか心配事があったりすると、やっぱり呼吸は浅くなってしまいます。なぜ浅くなるかっていうと、この体をぐっと固める、緊張によってぐっと固めてしまうことがあって、それでおのずと体が動かないので呼吸も浅くなってしまいますね。皆さんの今日の感じはいかがですか？その呼吸を止めないようにして頭を左右に傾けてください。では楽なところでその動きをやめてください。両膝を立ててください。お腹に手を当ててください。お腹、どこら辺お腹というのかは、まあ、それぞれにお任せしますが、その手を呼吸によって押し上げたり戻したりという動きをしてください。息を吸いながらお腹を膨らませたり、吐きながらお腹を小さくしていきます。楽に楽にお腹を膨らませたり小さくしたり、頑張らないでくださいね。少しお腹に空気を入れていくような感じでお腹を膨らませたり、そこからスーッと空気がなくなっていくような、ゆったり優しくこの動きをしてください。そうするとこの動きに慣れてくると、体の他の部分に気持ちを向ける余裕ができるでしょうか。お腹を膨らませていくときに背中はどうなっているでしょう。そしてお腹を小さくしていくときに、この腰と床の関係はどうですか？腰が床から浮いたり、床に近づいたりしてみてください。でもそれ無理せずにですね、楽な範囲で少しの動きでいいので、少
少し腰が床から浮いたり、床に近づいたり、この手をちょっと骨盤のあたり、右手を右の骨盤、左を左の骨盤に当てて、この動きをしてみてください。お腹が膨らませるとき、お腹を小さくするとき、骨盤にも少し動きがあるでしょうか。その骨盤の動きを少し感じながら、お腹を膨らませたり小さくしたり、ゆっくり優しく今度は肩の動きに気持ちを向けてください。では、お腹でもいいですし、床の上に戻してもいいです。お腹を膨らませるときに両肩が床に近づいてください。お腹を小さくするとき、肩がふわっと床から軽くなるよ、そんな動きをしてみてください。両肩が床を押したり、床から軽くなったりですね。決して無理せず、頑張らず、大きく動こうとせず、正しく動こうとせず、楽に楽に、肩が床を押したり、床から軽くなったり、お腹を膨らませたり、お腹が小さくなったりする動きと、お互いがお互いの動きを邪魔しないように、やりやすくするような動きをしてください。足の裏に気持ちを向けてください。床の上の足の裏はどう床についているでしょうか。両足で床を少し押したり、床から少し浮こうとしたりですね、紙一枚ぐらいでいいです。大きく浮かせる必要はない。押したり、少し床から浮いたり、その動きはお腹を小さくする動き、お腹を膨らませる動きとどう影響し合えるでしょうか。お腹を膨らませるときに、足、両足は少し床から軽くなって、お腹を小さくするときに両足で床を踏んでみてください。優しく、こうやって体全体がこのお腹を膨らませたり小さくしたりする動きに関係してきているでしょうか。顎にはどんな動きがありますか。顎が少し上を向いたり、喉に近づいたり、では一旦両手両足を床に預けてください。床の上の体を観察してください。もう一度両膝を立ててください。そして全部体をほったらかしたままですね、足の裏や骨盤や肩や顎、ほったらかしたままお腹を膨らませたりへこませたりという動きをしてください。そうすると最初に比べてどうでしょうか。このお腹を膨らませたりへこませたり、呼吸をゆったりする動きは体全体で
動いているでしょうか。では動きをやめて両手両足を伸ばしてください。そしてこの体勢で呼吸に気持ちを向けてください。ほったらかしにした呼吸で体はどう動いているでしょうか。頭を左右に傾けてください。この時に呼吸はどうですか。では動きをやめてください。ではゆっくりと起き上がってください。はい、少し体全体で呼吸ができて、そうするとなんか気持ちがすっきりしたような気になります。月曜日の朝、すっきりした気持ちで出かけられますように。気をつけていってらっしゃい。